見頃食べ頃笑いろって、伊藤史郎さんと小松正夫さんがやってるバラエティーにも、レギュラー出演していました。伊藤史郎さんは、アイドルでここまでやれるなんてすごいと彼女たちの能力に舌を巻いていましたし、そこで電線温度ってのをやっていて、電線に、スズメがさんが止まってた。それ、栄養量 OC がて、こでうってさ、見てさ、焼いてさ、食ってさ、ってのをリズミカルに言うだけなんですけど、 それをやると客席の大学生くらいの男の子が大喜びで電線温度を叫んでいて、私は何が面白いのかよくわからなかったんですけど、ちなみにイカリさんはキャンディーズは俺たちの妹分だと思っていたのになんでよそにも手を出すのと不満だったそうですね。